これで決めてやる。これを使え。これを決めてやる。カズ。
これでどうだ。これで決めるぞ。これを使おう。これで決めてやるよ。しているぞ。これで決めるぞ。これで決めてやる。さすがはキリトだな。これで決めてやる。してるぜ。ミスバイリアーシング行くわ。これで決めてやる。ミスバイバラーレシュやっ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 これで決めてやる。行くわ。これを使おう。これで決めてやる。悪くない。技に磨きがかかったな。
これでどうだ。決めてやる。まだまだ。
感じは水？どこかにオアシスがあるのかしら。アスナ、どうしたんだ？私はウンディーネだから、水辺や水に関するものが近くにあるのを感知することができるんだ。なるほど、妖精の種族ごとの特徴というやつか。正確な場所まではわからないけど、かなり純度の高い水が混じってる。これで決めてやれ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 。これ
私の力が必要。
よう、また会ったな。あんたたちもこのワープゾーンを調べに来たのか。異界ゲートとは似て非なるものだよ。これはフィールド内の別の場所に転移するワープポイントなんだ。異界とは違って行き先は固定だから安心して行き来ができるぞ。この先は地獄か天国か。赤髪の少女は両の手に剣を携え、未知の領域へと一歩を踏み出すのであった。くぅ、ロマンだ。これはとてつもないロマンだ。あんたたちにもわかるだろう。そうと決まればワコード、自分の目と足で真実を確かめてくるんだな。赤髪の少女、まさかレインこの中に入っていったのか。そうみたいだね。ちょっと待って、キリト、気になることがあるの。この辺りには確かレブラコーンに伝わる秘宝が埋蔵されているダンジョンがあったのよ。景観はかなり変わっちゃってるけど。秘宝？そうなの？私そんなの聞いたことないな。トレジャーハンターのフィリアでも知らないくらいのレアアイテムなのか。それも仕方ないわ。何せレプラコーン内で漏洩禁止だって強く言われてる話なのよ。だから本当は言っちゃダメなんだけど。待て、リズ、お前がこの先のプレイ中に同族から攻められたら困るだろう。それは俺たちに言ってもいいことなのか。種族同士で対立しているとは軽く聞きましたが、そんなに仲が悪いのですか？キリトさんたちを見ているとあんまりそんな感じがしないのです。うん、実は ALO は PK 推奨のかなりハードな PVP 仕様で、種族間抗争が前面に打ち出されているゲームなんだ。だから同種族内で嫌われるとプレイしにくくなっちゃうんだよね。そうなんですか。 ALO はブレインバーストと違ってクエストが豊富なので、 PVP がメインの遊びではないと思っていました。リズ、俺たちが今やっているのはユイを救いバベルの野望を知ることだ。だからといってそのために本来のゲーム攻略の楽しみを歪めてしまうようなことはしたくない。そうだよ、今後のゲームライフを犠牲にするなんてちょっと違うと思うよ。ちなみに可能ならでいいんだけど、どうして言えないの？ただのレアアイテムでそんなタブー的なお触れなんて出すかしら。それはね、そのクエストが超希少なクエストだからよ。そのダンジョン内のレアアイテム、それは ALO においてたった一つしか存在しないってわけ。たった一つ？レプラコーンのプレイヤーたちも神経質になるはずですね。でも、うん、決めた。私やっぱりみんなに言うわ。だってきっとレインがここに来た理由は、この異変に対して対処法を一つでも増やしておきたいと考えたからよ。もちろん今のフィールドの状態じゃ本当に秘宝の眠るダンジョンがそのまま残されているか定かじゃないわ。侵食や適合によってバランスが崩壊していることだって大いに考えられるし。俺たちの目的に本当に役立つのか。わからないわ。でもレインがそこにかけたのなら、私はその意思を無限にはしたくないの。そうか、わかった。リズ、ありがとう。感謝しなさいね。話は行きながらするわ。まずはレインを追いましょう。